はい、どうも徳さんです。 SNS で話題の南球155キロ1、内田清人さんとの野球企画、本日最終夜でございます。遠投してもらったり、またガチンコ対決をしていただいたりと様々やってまいりましたが、本日は150キロを超える人が松ヤニをつけたら一体どうなるのかという検証企画もありながらやってまいります。まずは大パチが内田さんと対決、最後までご覧ください。パチさん、球筋一番見てますか？そうなんだよね。取ってるってことは別に打てるんで。ただパチさんが一番速いピッチャーは誰ですか？今まで対戦した中で。さあ、というわけで内田さんとライパチの1打席真剣勝負、この勝負もすごいことになりました。あいいね、あいいな。さあ、こんな感じでまだ出ます。こんなのした今の1球スローで見ていきますが、内田さん、私の時かなり出力上げて投げてたので、もうね、腕パンパンなはずなんですけども、この威力、ライパチもこの空振りの後唖然としてますが、それぐらい威力を感じる。これでカウントは1&1。依然刺されているライパチでございますが、これね、高め手出るのめちゃくちゃわかるんです。内田さん、腕をしっかり振ってくるので、感覚的にはおそらくベルト付近、しかしながら来たボールは胸元と、このギャップが剛腕の魅力ですね。ボールも152キロ。低く遠く見えたでしょ。そしたら全然ここにあった。うまくなった。すげえ。手出なかった。なかった。さあ、お待たせしました。ここから検証企画発動。軟式だと回転数下がるって話だったじゃない、はい、これつけたら多少上がって高級のような回転数出るんじゃないかな、はい、うわ、今悪い顔してたな。ちなみに内田さんのこれラプソードのデータなんですが、軟球の場合これですとね、 155.2キロ、回転数が1988、そしてホップ量が 40.8 センチという風になっているんですが、一方硬球を投げた時には 152.3キロ、回転が2528回転、この時点でやっぱり500以上上ですね。そしてホップ量も 54.7 と上回っているんです。さて、何球で松ヤニをつけたらどんな数字になるのか。一応ちょっと、あ、やったことあります、実験を。あ、はい、じゃあ自分で左遷試合とかやったことないんですけど、まあこんな仕事柄実験したことがあって。なるほどなるほど。じゃあちょっと何球初と。何球初っすね。じゃあぜひこっちでいいと思うんだよな。はい、これで親指の第一関節の内側、はい、なんか全部ボールがかかるところにつけて、ああ、なるほどなるほど、た方がいいかなみたいな。だって興味ない、だって150を投げる人さ、何球でさ、松屋につけたらさ。さあ、前代未聞の検証企画、果たしてどうなるのか、皆さんも感想コメントをどしどし書いてください。体感を検証するためにライパチは打席に立つだけです。打ちません。さあ、そしてこの後誰もが予想だにしない衝撃の数字が出ました。おお、変わんないっす。
止まんない。あれあれ、こちらまず松屋になしの先ほどの投球です。あー、うわー、今丁寧の分かる分かる分かる。このように151キロで回転が1742くらい。そして松屋にありにしても、おお、変わんない。148.8キロ、1723回転とほぼ変わりなし。え、不思議な状態になってる。ほぼ張ってないか。いや、面白い面白い。うわ、今のなぜだ、こんなになんでだ、なんでだ、面白くなってきた。逆に潰れるからとか普通につけてるの。いや、なんかすごい感覚的な話していいですか。そうそう、もちろんもちろん。公式ってこう言ってるイメージあるんですよ、はいはいはい、軟式投げてる時ってこうもう潰れるからこうなってる感覚があるんですよ。してるんですね。つけてもこうプッシュしてる感覚があります。だから、あ、なるほど。だから変わん、こう、そうか。公式はこう行きたいんですけど、軟式はこうしちゃうと本当に潰れちゃうんで、こうな投げてるんで。ちょっと腹で押す感じで投げてるのが、はい、あまり松焼きにつけても影響出ない原因なんじゃないかなと。はい、今出ました内田さんからの公式と軟式のリリースの違い。これ全員に当てはまるかまた置いといて、内田さんの感覚の中でのお話です。これが公式の2400回転の映像、画面の点滅にご注意ください。こんな形でこのね、玉早駅のスーパースローはあんまり見たことないですけど面白いですね。一方これが南急1800回転の映像、このような感じでございます。あまり変わんないように一見見えますが、重ねてまたスローで見ていくとちょっと分かってきます。このリリースの指、人差し指と中指の違い、公式の方が人差し指の大切関節までかなりこう立てて引っかいて投げているように見えます。一方軟球はそのまま押し出しているという、これが回転数の違い、また松ヤニをつけても変化量がなかったという、そういうことにつながってくるのではないかなということで、速球派でもボールを押し出す投げ方の人は松ヤニつけても回転数上がらないかもっていうことになりました。これは不思議な結果、いや理にかなっている結果なのか、いずれにしても面白い。でもやっぱこう職業柄投球メカニズムとか細部にわたるその感覚も神経も含めてやっぱやられてるから、我々のようなね、ただ野球が好きな人間がその真下につけて回転上がる上がんないとか言ってる話じゃないのが面白かった、うん、軟式と公式のリリースの違いみたいな一回サロンとかでやったことがあったんですけど、はい、まあ、仮説でこの軟式の方がプッシュ気味になるから、高校から準高式とか、はい、大学から草野球社会人行った時に軟式になるとかの時に、こうじゃなくてプッシャー気味になるみたいな。まあ、逆もしかりですね。はい、逆もしかりっていう、だからそこの対応は必要みたいなのを一回仮説で書いたことあったんですけど、新しい検証になりました。はい、 NPB を経験された方でやっぱ軟式投げた時は叩きすぎちゃうとか言いますよね。そうそう、でも昔よりその感覚なんですけど、ボールって進化してますよね。してますよね、やっぱね。ちょっと硬くなりましたしね。昔って本当公式投げたと軟式投げたとスポンみたいな。いやいやいや、ゴムボールって感じでしたけど、だいぶゴム自体もちょっと硬めになって飛ぶし、表面も飛ばさせてもらいました。だいぶ飛びましたね。あれ、木だったら、公式だったら折れてました。折れてるんじゃないですかね。折れてるか、もしくはどん詰まりの内野ハーフフライとか、お手頃かじゃないですか。手は粉砕します。軟式ってそっちのレベルの高さがあるんですね。あの、こうは、うん、あれですよね、ファールになりやすいそうですね、おそらく。でもこうは、はい、バットの横はあまり効かないです。どっちかというと先っちょの方が飛びづらいですね。あとはまさに上げるか落とすかがより求められる世界です。求めます。上下はそうですね、プロ野球の。というわけで3日間にわたり内田清人さん企画お届けしてまいりました。内田さん大変ありがとうございました。また視聴者の皆さんで球速を上げたい、また投球で悩みのある方はぜひぜひ概要欄に貼っておきますけれども、内田さんに相談してみてはいかがでしょうか。さまざまな角度からいろんなアドバイスをもらえる気がします。ぜひぜひチェックしてみてください。そして内田清人さん、またぜひコラボよろしくお願いいたします。